はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は難関校の算数、桜蔭中学校の2018年四角三番の買い物の問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では早速やってみましょう。2018年桜蔭中学校四角の3の買い物です。1冊あたりの税込み定価100円のノートを A 点、B 点、C 点で売っています。売り方は以下の通りです。 A 点、10冊を束にして1冊目は1000円で販売。2束以上買うと2束目からは800円で販売。1冊単位は買えない。さあ B 点、1冊単位で定価で販売。10冊買うごとに2冊のおまけがつく。 C 点、1冊単位で販売。値段はすべて定価の 8% 引きになります。今3店舗のうち1点または2点でノートを買います。さあ括弧1、今日は括弧1だけやります。20冊のノートを手に入れるためには最低で四角円かかります。ただしノートは余分に手に入れても良いものとします。さあ、もう一回確認しましょう。さあ1冊100円の定価のノートで、それぞれ A 点 B 点 C 点で、売り方がちょっと違う。A 点は10冊束にして1冊目は1000円、定価通りですね。で、2冊目からは2束以上買うと2束目から800円になる。だから1束は10冊1000円で、2束目は800円、それ以降800円で買う、売ってくれる。ただし1冊単位では買えない。さあ B 点、1冊単位で定価100円で販売する。で、10冊買うごとに2冊おまけが来る。で、 C 点は1冊単位で販売し、値段はすべて定価の 8% 引き、92円ですよ。で、じゃあ何を今日答えるかというと、1番、20冊のノートを手に入れるためには最低でほにゃ円かかる、ね、ただしノートは余分に手に入れても良いものとしますと。さあ、じゃあ A 点は、ね、20冊というと10冊1000円。はじめの言った場目は、10冊1000円で、で、2束目の10冊は800円です。だから合計1800円、20冊で1800円ですから、これを20で割ると1冊平均90円で売ることになりますね。ちょっと安くなる。 B 点はっていうと、1冊100円で販売して10冊買うごとに2冊のおまけ。だから、10冊買うと12冊なんです。で、12冊で1000円なんだね。最初ね。で、あと8冊買うと、これは100円ですから800円。1800円です。これも1冊90円。ただし、12冊だけ買う場合ね、12冊買うと1000割る12で1冊83.33円で買えるわけです。この12冊だけ買うとね。さあ C 点、 C 点は1冊単位で販売で 8% 引きですから、100×0.92 は1冊92円平均で販売する。だからね、これ20冊全部買っちゃったら、これ1840円ぐらい、40円だね、これね。じゃあね、何を答えるかっていうと、20冊のノートを手に入れるために最低で何円かかるか、ね、で、そして3点のうち1点または2点でノートを買う、ね、そうすると組み合わせで一番安いのを買っていけばいいわけです。そうすると一番20冊買って安いのは B 点が83.3円ね。
1000円10冊買って2冊おまけにもらう、12冊買う。そうすると12冊で1000円ですから 83.3 円で買えるわけです。だから残りの8冊はね、 A 店では買えないんです。10冊単位だから。 C 店は92円で買えるわけです、ね、ってことは12冊は B 店で買って1000円で12冊買い、そして C 店で1冊92円で残りの8冊、つまり 92×8 で28、16、8×70、736円。そうすると一番安いよね、これね。だから1000円と736で1736円ですから、一番安いのは B 店で12冊も買って、まあ、10冊買って2冊おまけもらって、残りの8冊は92円で1冊から売ってくれる C 店で1736円と、いうことになるわけです。で、括弧の2と3が勝負問題なんですけど、ちょっと読んでおきますね。明日やります。4900円以内で手に入れることができるノートは最大ホニャ札です。さあ、そして3番、括弧2で求めた札数を4900円未満で手に入れるとき、それぞれの店で何冊ずつ手に入れればよいですか？考えられる組を回答欄にこう書きなさいと、ね、これ明日やりますから、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。